他の人がやってくれるって嬉しい嬉しいよ、自分でやらなくていいなんて。そのままプラグ交換もお願いしたいよよろしくお願いします自分でやらなくていいなんて最高。ここにベアリングが入ってて、ベアリングの振り下ろしが広くなるとここにガタガタでしょ。それともベアリング交換するだけで問題ないですか、うん、今ぐらいのガタだったら、うん、ベアリング交換だけできればいいんだけども、これはもうアッシー交換しかベアリングだけ出ない。そうなの、うん、いくらこれ11万8000円ぐらい。わー、もう取れない形ってことですかそれ。いや、仮に抜けたとしても部品がないから圧入できない。これでしか。逆に簡単ですね、交換作業。じゃベアリング抜かないでもいいし、圧入しなくていいからさ、うん、どうせ交換するんだったら楽だね、うん、整備士的には、うん、ただこれさっきも見てもらったら分かるように、触媒外さないと。そうですね、外れないですね。触媒外すのも、あそこ錆がすごくて、そう、ネジが緩む気しなかったんですけど。その通り、あそこ折れるやっぱり、うん、で折れるとタービン側に残るのか。残る。で、そうすると最悪。そうなる気しかしないよ、今見た感じ、うん、すげえ錆すごいもん、あそこ、うん、だから、下手に力任せに外すとバキッと。頑張って1日ラスペネで浸します。あー、その方がいい、うん、1日ラスペネで浸して次の日に作業します。うん、種類はやっぱ14万キロ走っててもそこまで下手ってるイメージないんですよね、 GTR、うん、ブーツ破れたりとか、うん、そうね、だからそうブーツの破けとかはそんなに、うん、普通の車14万も走ったら、ロアアームのブーツとかタイロッドのとこのブーツとかが結構ひび入ったりする率は高いんだけど、ね、GTR はね意外とタイロッドのとこもロアームもほぼひびが入ってないんだよね、この車は。ゴム類は硬くなってるけどもひびまでいかない、うん、そう、ひびまでいかないから、だからそんなにすごい14万キロ走ってるとは思えないぐらいロアアームのブーツは綺麗だからね、うん、強い強いのかね、ゴムの、なんだろうね、だからゴムの質なんて変えてんのかね、車によって。ああ多分昔パーセント、いや昔に比べれば多分質は良くなってる、質は良くなってる、うん、そう、だからゴム類はね意外に本当に大丈夫なのよ、強いですね3号は。ただじゃあ、ね、じゃあこういうアーム関係のブッシュがいや本来の機能を果たしてるかって言われると、見た目は綺麗だけども当然ほら硬くなっちゃったりするから、劣化してるから、まあ、気になりゃ交換っていう形にはなるんだろうけども、まあ、じゃあそれ初心者が富士とか走って、うん、なんかちょっと変だなって分かるレベルですか。 ないと思う、多分3号じゃちょっとこれブッシュへたってんなみたいなそんな多分だからなります。例えばブッシュを全部じゃあ打ち替えましたとかね、アームを全部変えましたって言ったら分かるかもしれないけど、乗ってる分には多分分かんないね。比較的じゃあまだこれは全然、うん、なんか下回りもねだって基本的に綺麗だしね。お前のオーナーがね多分だいぶ室内で保管してたっぽいからね、うん、だって雨の日そんな乗ってなくないこれ。そんなことない、乗ってないです、ほぼ乗ってないですこの車。そういうこと。だってマフラーだってちょっと汚れてないもんね。タービンとこもそこまでちょっとそこまでなんか緩みそうじゃないですか見た感じ。え、ダメ？嘘。折れたな。嘘。え、見た感じちょっとそこまで。大丈夫、大丈夫だよ。そこまでなんか揺れ、ラスペネ1日つけてれば緩みそうな感じですよね。こことかのが怖いけど、ここの方がさ、ここで切んない方がいいってことですよね。もう、いきなりあっちから切っちゃった方が。こことかまでなってたらやっぱ不安なの。けどあっちまで見るとそこまで。綺麗。タービンのところは結構大丈夫っぽい。こっちの方がやばいですよね。ここが段になっちゃう。ここで測るんだけど、でも段になってるからさ、いまいちね、ちゃんとした。33.1。段になってるから。もうアウト？もうアウトですね。ここが段になってると測れないんですよ。ちゃんとした数値はさ、ここの。
端っこになっちゃうから、本当はここのあれを測りたいんだけど、アウトですかこれ。アウト。街乗りもアウトですかこれ。いや、街乗りはまあ大丈夫だろう。いや、産後は本当にパッドが全然減らないんだよ。そのパッドが減らないからなんかどん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 ローターがなくなっていくんだよね。ダメか。まあこれ普通の車でも NG 出すよな。せっかく買えるぐらいだったら純正じゃない方がいいってことですよね。うん、だから基本的にサーキットなんか走るとここら辺からピキ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 って穴の周りにヒートグラックっていうのが入っちゃうもんで、で広いのになると本当に奥の方までヒビが入っちゃってるから、だからこれはそんなに摩耗はしてるけれども熱が入ってるわけではない。熱が入るとここがやっぱもうヒートグラックで、ここら辺からもうピキ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 ってもう穴関係なくもう筋が入っちゃうから、でサーキットを今後走るんであればこの穴開きローターではなくていわゆるシルクローターにした方がそういうヒートグラックの心配はない。でベルハウジング、ローターだけも車外で売ってるもんで、ここの鉄の部分だけ、ここのベルハウをそのまま再利用してここだけ変えるっていうので全然大丈夫だ。でフロントに比べてリアはもっと運動してないからここまでリアはもう多分全然大丈夫だと思う、うん、こんな風には減ってない。サーキット走るんだったらもうでも四輪全部交換した方がいいですか。いや、モードを見て別にフロントローターだけで大丈夫。とりあえず、うん、お金かかるね。まあそれかこれを機にエンドレスのモノブロック前後150万というか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。誰にディーズクラブ。ディーズクラブ150万、うん、前後で、うん、どこまでついてきて、ローターとキャリパーとホースがついてる。あ、ホースもついてくる。まあ、ホースとか変えるぐらいまで本格的に走るのはやめよう。そこまではやめよう。まあ、さらに上を目指すんだったらそれのカーボンローターの430万とか。わーお、やめましょう。純正でいきましょう。嬉しい人がやってくれるの。問題ないって。でも全然綺麗だよ、こことかはまだ問題ないね。ちょっとオイルがついてるけど問題なし。問題なし。問題なし。サーキット走るって時は別に番手も上げないで純正品番でも問題はないですか。8番だから全然問題ないと思う。ほら、もともと GTR 自体が、3号自体がそのサーキットも走れるってコンセプトでやってるから、うんうん、まあそういう作りになってるし、8番の劣化があれば、これでブーストアップとかね、パワー600馬力とか700馬力とかするんであれば9番とかね、そんな感じだ、ね、じゃあうちらは8番でいいということで。え、何 10.5 9、1011ぐらいだね。 10.5 が基準ですか。10… あ、今下がってきた。抜けてきたから。今この辺まであったもんね。11ぐらいあったね。11あれば全然、うん、大丈夫。圧縮以外で考えるとどこが壊れ、エンジン、いやで、やっぱり最初は圧縮ですか。そうだね、エンジン不調だったら。まあただエンジン不調にも例えばどっかから他からエア吸ってるとか、そういうのはあるかもしれないけど、今のところそれも、うん、圧縮とかより IG コイルがダメとかの方が多そうじゃない。圧縮っていうよりはコイルは、ね、コイルがダメ。RB はある、うん、これじゃ全然 VR は全然もう IG コイルも強いんだね。やっぱ圧縮抜けるっていうよりはさ、 IG コイルが壊れてなんか一発死んでるみたいな症状は車やってると、まあ、よく来る症状っちゃ症状なんだよね。
大事コイル1個だけ交換するとか、圧縮が抜けるって普通の車でもあんまないから、ね、その前にやっぱコイルが壊れるよね。じゃあまあ結果発表していただこうかな。はい、何がダメでした？オーナーがダメかな。嘘、私から、うん、企画が潰れる。まあというのは冗談で、車から言うと、うん、まあ07年初期型で14万キロ、まあ10年以上経ってる、で10万キロ以上走ってるということを考えると非常に程度のいい車だと思います。あれ370万だったんですよ。それは非常にいいもん買いました、うん、いい買い物だと思う。まあ先ほど拝見させてもらったように下回り見ても特に、サビもないし、じゃあブッシュ関係潰れだとか切れもない、でオイルの漏れにじみも確認できませんでした。でエンジンの方は、まあ、簡易ではありますけれども、まあプラグチェック、まあ心臓のところだから、うん、エンジンはでコンプレッションも測らせてもらったけどもコンプレッションも低下してないということを考えると非常に程度のいい状態で、ただ摩耗してたっていうだけだから、いかにオーナーさんが大事に乗られたかっていうのはよく分かるんだ。前のオーナーがねよく大事に乗ってくれてたんだ、まあねうん、前オーナーも含めて現オーナーもやっぱり私あれもデザインにしてから家バレるの怖くて乗ってないんですよ、うん、あれ乗って帰ると家バレそうなんで。なるほど、最近乗ってないんです全然。なるほどなるほど。じゃあこれからサーキット走るって考えると、うん、やはりまあじゃあローターと、うん、あのガタ、はい、ハウジングのガタ、うんうん、そこら辺を直せば、うん、あとダクトかホイール、うん、そうね、フロントバンパーのダクトはちょっとガイドをちゃんとつけてあげないとオイルクーラーがきちんと冷えないから、そこはちょっと修正を。あれは私みたいな素人が、うん、なんか鉄板とかプラスチックみたいなの囲うとかだけじゃあ大丈夫大丈夫、それでも全然大丈夫、とりあえずあの左右に逃げないようにルートを作ってあげる、そうそうそう、プラスチックでも大丈夫、大丈夫、はい、を作れば、うん、じゃあとローターとあのガタは、うん、あそこさ折れなきゃ、タービンとかが折れなきゃ、うん、そこまで大変な作業でも、うん、私でもできますかね。はい、本当持ってきてもいい、ここに優勝です、はい、まあ、いやでも自分で、うん、やっていただきたいけどな、動画的にはやっぱ私がやらなきゃなんだろう。まあね、メカドル歌ってんだからやらなきゃね、やらなきゃね。じゃああれだけお願いしたいですもん、クラッチの距離。あれはだってやっぱパソコンがなきゃできないですもんね、クラッチの距離。う、まあ、うん、診断機があればそれは調整可能、うん、いやそれだけやっぱやっていただいて、はい、そこを直せば富士は周回ぐらいはいきますかね。うん、うん、多分ね周回する前にもう、速度域とサーキット走ったことあるんだっけ。私ないです。じゃあ多分3周で戻ってくると思う。本当間違いなくで初心者だって、あれリミッター解除もしないですけど、富士だったらする必要もなく乗れるんで。いや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 、リミッター切らないとすぐリミッター入っちゃう。その切れるサーキットで、あサーキットモードで切れる、サーキットモードで富士とかあったら切れる、うんうん、そのレベルでいいですもんね、はい、わざわざしないでもね、はい、じゃあ満点なんじゃない。ただの走行距離の摩耗があっただけで、いい買い物だった。ラッキー、結構中古車当たり外れあるからね、そう考えると当たり。でもまあこれからいろいろサーキット足していく予定なので、はい、もう一人女性のレーサーと一緒に2人でやっていこうかなと思うので、これからいろいろもしタービンとかつけたいとかなったらその時はよろしくね。ね、HKのタービン一回取材したもんね、ニスモフェスティバルかなんかで。あ、してないっけ。ぜひこれからチューニングの方とかやっぱ私全然わからないので、どこのメーカーとも違った、どこのあれ違ったっけ、ブリッツじゃないのか、ボーフィーシャです、やっぱりあれ違ったっけ、ブリッツだよ、ボーフィーシャです。まあこれからチューニングとかいろいろカスタムしていきたいので、これからもぜひよろしくお願いします、はい、一回あのガタ自分でチャレンジしてみます、うん、ハウジング交換してダメだったらお電話させていただきます。はいよろしくお願いします。電話は受けてくれます。誰取っちゃったらもう走れないから、もう自分でやるしかないからね。あれは買っていただきます。経費で。はい。ということで、今日のメカニックビューはここまで。